皆さんおはようございます。沖縄2日目、まあ見ての通りですね、相変わらず天気はですねもう曇りなわけですよ。挙句の果てに噂によるとですね台風が発生したらしいね。でこっち向かってるっていう話だから、まあ台風が来たらいいじゃない、台風の中俺泳いでいこうじゃないね。まあそれは別としてですね、やっぱもうそろそろですね、まあ何時ですか今。11時40分、まあ、11時40分で朝飯食おうなんて言ってるんですけども、昼の時間なんですけど、まあ、朝飯ということでですね、こちらに来ております、沖縄皆さんファーストフードといえば、マクドナルドとかですね、モスバーガーとかみんなね思い浮かべるんじゃないかななんて思ってるんですが、沖縄でファーストフードといえばですねこちらになります。はい、 A&W ドライブインレストラン、A&W、 これはあの皆さんこちらの人は略してエンダーというそうです。そしてこう見ていただくと分かるんですがですね、こちらこうやって車を止めてですねそのまま車から注文してね、食べることもできるということですね。 ここで車を止めて注文してそのままここで持ってきてもらって食べることもできるというような場所になっております。まあここで皆さんに紹介したい飲み物がありますんでそれをですね、沖縄に来たら必ず飲むように、いいですか。これは飲まないと沖縄に来た意味がないから、ね、じゃあそろそろ店内に入ってね僕らも飯食ってみたいと思います。大門です。大門も愛用中、トリマインド .com オリジナル T シャツ。はい、皆さんということで A&W の店内に入ってきたわけでございますが、 A&W でですねご紹介したいのはただ一つ飲み物なんですけど、こちらでございます。こちら、ルートビア、ビアということで、こちらをですね皆さん飲んでいただきたいなと思うわけですが、本日の沖縄ナビゲーターザトさん、ザトさん、このルートビアの解説を。まあ、できた当初は、薬みたいなもの、薬みたいなもの、まあ薬用として作られたんですけどね、もうもちろんあの正式な薬ではないんで、はいはいはい、まあ、後々にまあこういう感じで清涼飲料水として普及してるわけなんですけど、沖縄だとこの A&W で、飲むことができます。もちろんあの缶とかで販売はされてるんですけど、あんまり見かけないですね。で、A&W に来たらもう確実にこういうふうに入手できますんで、ぜひ、なぜ笑ってるかというとね、味は賛否両論です好きな人は好きになると思います。一応ね、3杯飲めばうまくなるんじゃないか、はいはいはい、まあ、それを、まあ、専門用語で言うと麻痺って言うんですけど、いけますよ。僕は好きです、じゃあそういうことで、じゃあグイッといただきます。いや、飲みっぷりがいいだこれ。あ、甘いです甘い中にもちょっとあの、薬っぽいぽい、そういうテイストなんですね。なるほど。そしてこちらなんとエンダーではですね、 A&W 略してエンダーって言うんですけど、おかわりし放題という飲み放題です飲み放題なんで、ぜひ皆さんチャレンジしていただきたいなと思います。なんでですね、なんで僕が飲む映像がないかというとですね、実はこれ2回目の撮影なんですよあのね、さっき撮ってたらねちょっとカメラトラブルで映像がですね飛んでなかった。で、なんで僕がじゃあもう一回飲めよって思うでしょ、思うと思うんだけど、もう飲みたくないわけさっき飲んだらさ、久しぶりに何年ぶりかな、もう5年ぶりとか、飲んだらねやっぱりまずいのよ俺ちょっと無理だった。でもこんだけ一応飲んだのよ、この鳥さんを擁護します。これだけは一応ね飲んだのね、もう限界なのこれ飲んだらこれ限界もう
でね、ザトさんはね、これね、今頼んだかのようになってるけど、これ2杯目なわけ。2杯目です。ね、でそれを横目で見るもう一人の沖縄ナビゲーターバスさんはね、やっぱね、ちょっと残しちゃうんだよね。ちょっと残しちゃうんだよ。それぐらい以降ね、賛否両論な味なんです。ぜひ皆さん沖縄に来たらですね、A&W に来てルートビアをおかわりしまくってください。ね、さっきザトさんも言ってたけど、3杯飲むとうまくなるかもしれないから、ぜひぜひチャレンジを。いろいろあったし、これからもきっといろいろあるんだろう。うん。でもやっぱり君のことが好きなんだ。いつかあの人と日向夏紅茶。続いてはですね、お金のかからない沖縄観光第2弾。金城の石畳というところにですね、行ってみたいなと。石畳の道が広がっているということですよ。ちょっと沖縄っぽい風景も見れるんですかね。まあそうだね、あの瓦屋根とか、そういう沖縄の風情がある。あ、瓦屋根とか、こう、そういうところが見れると。シーサーとか、はい、あ、そういうのが見れる場所だということで、皆さんぜひ、お楽しみに。目的地近所まではもう少しというところでございますが、やはり私は雨を呼ぶ男みたいな感じですね。どうぞこちら見てください。これ、はい、もうね、すごい降ってきました。雨がほらほらほらって言ってたら止んできました、ほら。ね、まあ沖縄独特やね。沖縄独特ですね、この一部地域に雨が降ると。でももうあれ抜けちゃいましたね。あれ、まあそういうことでですね、無事雨回避されました。何のレポートだこれ。無事回避されました。おそらく石畳、ね、さ、我々、貧乏旅行ツアーズは沖縄の近所石畳にたどり着けるのか、お楽しみに。いや、また降り出してきたよ。ただいま近所の石畳探索中でございます。ですね、看板とかが出てないので、バスさんのですね GPS 携帯を使ってね、さあ一体どんな場所なんでしょうか、近所石畳。蒸し暑い沖縄をたくさん歩くのは結構辛いぞということで、もう着くと思います。もうすぐです。前を行く2人は地元民の誇りにかけて今近所の石畳を探しております。おめでとう。ああ、ここでもない、あそこでもないとか言いながら、ちょっとずつ彼らの心の中は焦っているのではないかと。あれ、ここじゃなかったっけという焦りが今少しずつ芽生えているのではないかと、うっすらとこの背中に滲み出ています。しかし行けども行けども見当たらず、我々は近所の石畳にたどり着けるのか、乞うご期待。近所町石畳と県指定名勝ですか、名勝入り口。さあ一体どんな石畳が待っているのかということで、ねえ、どうですか、もうすでに趣のある入り口付近。自分の姿 Your brother 泣いているのかい、この世界の儚さを。Your brother 立ち上がれよ、この世界を変えるのは君たちだ。うつむくことになれないで、信じることを諦めないで。